二昔ほど前に流行していたカップヌードルチャーハン、値上がりをした現在ではすっかり贅沢品となりました。今夜はセレブ気分を味わってやりましょう。夜中に無性に食べたくなった時にいただく背徳のカップヌードルは何者にも代え難い尊さです。日清カップヌードルビッグサイズを用意。もちろんレギュラーサイズでも問題ありませんよ。ボウルの中にぶちまけたら男らしくぶん殴ってほぐしていきます。ビニール袋に入れてからジャムおじさんみたいに砕いた方がスマートでした。お茶碗の中に卵を一つ割り入れておきます。そこへ冷凍庫に眠っていたご飯で準備完了。整いました。鍋に油を投入。卵を落とした際に卵をしっかり包み込む程度の油の量を加えます。熱々に熱しておきましょう。卵を投入。明らかに温度が低かったです。気を取り直して冷凍庫に眠っていたご飯、大急ぎで卵となじませていきます。ダマになっているところを重点的にしっかりと溶きほぐしましょう。火から離してしまうと鍋の温度が低下してしまうので振ってはいけないというのはもはや常識でもね、振った方が楽しいですよ。塩を一つまみ。そこへブラックペッパーをたっぷりと投入。時間がかかって丸焦げになってしまいそうなのでテーブル胡椒みたいなやつを推奨いたします。うちにある調味料はとにかく出が悪いです。調味料たちのことも大急ぎでなじませていきましょう。時々鍋を煽ってしまっていますね。画面外の顔が楽しそうなのでいいんじゃないでしょうか。気が済んだところで先ほど殴っておいた日清カップヌードルビッグを投入。鍋をぐるんぐるんしたりわっさわっさしたりして一体化させてやりましょう。またもや気が済んだところでカップヌードルの容器を使って形を整えていきます。想像以上に量が多かったので焦らず2回に分けて行いました。カップの中に入れたらお玉でギュッと押し込んで成形します。中身をすっ飛ばさないようにスピーディーかつ繊細にお皿に置いたら恐る恐る外しましょう。サムネイルを撮影して完成。こんなもんでしょうか。少し待つと崩れます。エモいです。そしたら耕しておきましょう。頼んでもいないのに木の机みたいな色のハイボールが出てくる行きつけのお店はありますか。私はあります。数えたら6軒ありました。正直に申しまして、カップヌードルとチャーハンは別々でいただいた方が好みでした。今日は頑張ったのでハイボールのご褒美。